引きこもりの王になる男、アキミロです。はい、今回のパートからさらに10年引きこもっていきたいと思います。前回の終わりのパートでいろいろと話したので、もうゲームは早速始めていこうと思います。そして今回からルール変更した点だけ軽く説明させていただくと、前回の10年と違って自分の賃流から近い都市は攻めるの OK です。ただし領土を広げるために落とすのではなく、城落とし、主義経験値をゲット、また捕虜をゲットするためのものです。まあついでに言うと敵の戦力を削るという意味もありますが、でその結果、まあ、捕虜とか捕らえて投用できて問題ないなってなったら城はすぐ脱出して賃流に戻りますということで、またすぐ敵に城を明け渡す形ですね。であとはちょっと前回の終わりに悩んでた女性キャラ以外、まあラインハルトとかキルヒアイスとか、あの銀河英雄伝説のコラボキャラ、あとアトリエかのコラボキャラ投与 OK にするかって悩んだんですけど、やっぱりやめにします。とりあえずこの10年やっぱり元々のアキミロプラス9人の女性キャラ、これで引きこもって耐えようと思います。でなんとかその資料落としたりすることによって主義経験値が増えるので、投石台を作れるようにして、その上で守っていければなと思います。まあ、またこの落葉とか巨匠とかかな、落としていくうちにそのさっき言った捕虜が第1回目の10年よりはもうちょっと増えるかなって期待をしているので、それでなんとか様子を見たいですね。まあ、それでもダメだったらちょっとまだやるか決めてないですけど、さらに10年やるときになんか女性以外のキャラも投与するかってルール考えたいと思います。では早速始めていきましょう。今261年なので271年1月になったら終了です。でまずは、まあ、前回のパートの終わり際にちょっとここら辺に侵入してたので、落葉の方を狙っていこうかなと考えています。ちょっと劉備のこの巨匠の方は曹操軍が今攻めようとしている段階なので、様子を見ながらもしかしたら玉の竜を狙って巨匠に行くかもしれません。芝居が長安から出撃してきましたね。でもうここまで来てます。一応リーラが弓矢倉を作ったので、ここで撃退していきたいと思います。ただやっぱり敵の領地なんで攻撃も防御もやっぱ高いんですよね。1276と1405、ちょっとリラーとライザーだけじゃ心配なので、クラウディアと国将いたかな、いた、ちょっと2人とも出して眼光で4対1の状況を作り上げて追い払おうと思います。さあ芝居4000かかってくるがいい。あーちょっと弓矢倉の外側に行っちゃうかも。あれあかんあかん、そっちかそっち来るかあ、よかったよかった、そのまま右に来て、右に右に、もう一歩来て来た来た来た、一騎打ち、これは圧勝じゃないですか。リラ 98% さあ芝居 61、 こりゃ勝ったでしょう。まあもう飛ばしましょうか。一発で吹っ飛ばなかったら飛ばします。はい勝利。まあ当然ですよ、こりゃクラウディアたちが到着する前に蹴りついちゃうんじゃないか。ちょっとこの位置だとライザーが攻撃できないんですよね。ちょっとライザーは裏に回り込んで弓矢倉の補修をしましょう。でもうクラウディアここでいいかな。で国将を今ライザーがいる場所に移動させましょう。これで3対1になります。さあ芝居を倒していただきましょう。クラウディア、よしこれで攻撃入ります。使者が面会を望んでいます。なんか提言から使者が来ましたね。お贈り物です、ありがたく受け取っておきましょう全く接触しないからななんだろう、我が国にそれほどの価値を見出してくれてるのは嬉しいんだけどなんか何もしてあげられないからちょっと申し訳ないですね。あライザーの方に一人来てるな。なんか長安から小生、馬術帝、露食っていう3人まで来てますね。守りきったのか、バトン軍が結構攻めてるんですけどね、守りきったみたいですね。まあいいでしょう、ここでどんどん芝居軍の戦力を削っていってやりますよ。さあ引き続き芝居軍との戦い見ていきましょう。よし、みんな一歩ずつ前に出しました。ライザーさりげなく政治が80になってるな。はい小生撃破、しかも捕らえました、やったね。そしてさらに新たな部隊突っ込んできましたね。さあちょっとリラと国将の位置を変えました。よーし、あっという間に撃破しちゃったやっぱ強えな、こうやってみんなで襲いかかると。お、ローショック先生がちょっと違う位置から来た。お、クラウディアの治療炸裂、
にしてもロシク先生、そっち行くとは思わなかったな。国章を前に出しすぎた。お呼びですか。はい、ロシクの足を提案で止めました。これでボコボコです。捕まえろ。ダメか。はい、長安から今度陽子さんが来ましたね。リラ隊狙ってたものの目標がライザに切り替わってます。まあ、今基本みんな撤退してる最中なんですけど、こいつら撃破するためにリラと国章とクラウディアここら辺待機させるようにしました。ライザちょっと兵数が少ないんで、このままコローカに向かわせます。さあライザダッシュで戻って、でかめっちゃ出てきたわ。あかん、これはあかん。しかもなんか一騎打ちしてるし。ライザーバーサスしばし16の差か、これは分からない。どうだろう。キャキーン。おライザーいきなり切り刻んでる、素晴らしい。いいねいいね。あこれ敵か。あかんあかん。ライザーライザーオッケーあむくびるからこうなるだよ。ライザーを舐めないでいただきたい。ライザーの武力が1上がりました。とはいえ後ろやべえな。よしよしよし、なんか敵が結構な量来てるけど、よし敵将捕まえて帰ってきました。小生さん知力85政治77、これは初段しちゃいましょう。気にするがいい。さらば。そしてしばし一人で来てるから、これならなんとかなる。今リラと国将とクラウディアと弓矢倉という、あちょっと国将届いてないなこれ。上のこいつどうすっかな。ちょっと一人一人ならなんとか問題なく倒せそうなんですけどね、一気に来られるときついものがあるな。とりあえずライザー出しましょう。即刻出撃あるのみです。このリラの横に置いて同時に攻撃できるようにしましょう。そしてクラウディアは一歩下に下げて、国章を今クラウディアがいる位置に移動させましょう。お任せください。これで届くでしょう。さあしばし覚悟。ああ一歩先に行かれたか。まずいクラウディアの方に。眼光部隊であればきついな。ものすごい対決になってるぞ。でも押してないか、これ気のせいか。勝ってる気がする。さあ続き見ていきましょう。よし超華さん撃破。これでライザがその位置に行けば OKOK。 これで封鎖しました。しかもライザの先鋒炸裂。くらえ。オッケーオッケー。500でもでかいよ。おまけにクラウディアの戦法まで来ました。これで強度めちゃーと思ったら全然一方は生きてるわ。ちょっとあの位置良くないな。ライザと一対一。よしよし、自ら突っ込んできた陽子さん。はい、ちょっと位置をずらしました。上から来てるやつがうざいんで。よし、これで国章を守ることができます。でライザもいけると。陽子はもう倒せますね。ただ弓矢倉破壊されたら撤退してた。くそー、もったいねえことしたな。倒しきりたかった。はい、では張玉さんの殲滅戦見ていきましょう。提案で混乱させることに成功したんですけど、すぐ切れちゃいましたね。いやでも圧倒的にやっぱこっちが優位です。4対1ですからね。しかも連鎖きたー。終わりでしょう。ゲーゲーハー捉えてくれ。ダメかー。また長安から武将来てますね。エイフさん工具2000リアルとか化け物ですわくそただ一回距離あるんで兵を補充したいんで、みんな一回コローカに戻します。でさらに陳竜からも若干コローカに兵輸送したいと思います。芝居軍あまりにも兵を楽より向けすぎてるせいで長安やばいですね。6000ちょっとしかない。これバトを狙ってんじゃないですか長安。あそんなことは、いやあるか、これか。あ、そうですね。こちらは、カイリ。バト、カイリに来てますね。これはチャンスかもしれませんね。このエイフさんが、ライザが、コローカに戻ったことによって待機になってるんですよ。だから、このターンも出撃の指示しないで待ってれば、長安守るために多分帰ってくと思うんですよね。そしたら、こっち、落葉を落とす準備に入ろうかなと思います。正直、7900ちょいだったらいける気がするんですよね。まあただこいつが近くにいたら危ないんで、次のターンだったら改めて判断したいと思います。なんとエイフさん、落葉に入っちゃいました。これじゃ無理だ。ただバトークがやっぱり攻めてきてるんで、落葉から輸送さすがに送ると思うんですよね。超は6600じゃ耐えられないでしょう。なのでもうちょい様子を見て、チャンスが来たら落葉に進軍していきたいと思います。
あれから数ターン経ったんですけど、やっぱりシーバイ軍、長安に援軍送り始めましたね。とはいえまだ1万1000兵があるんで、どうしよっかな、急に戻ってきたりするかな。洛陽にはなんとですね、女性武将の家臣がいるんですよね。この方とは特に何の因縁もないので、もし捕虜にすることができれば登用できる可能性あるかなと思います。てか菜園もいるじゃん。これは落としたい、そして捕虜にしたい。間違いなくあの二人って舞台として出てこないと思うんですよね。だからここの洛陽で落として捕虜にして、それでゲットしたいですね。なんならバトングが長安を落として残り通信だったら洛陽を落としてやりたいぐらいの気持ちまで出てきちゃいましたよ。まあとりあえずでも1万1000近くあるとな、もうちょい削りたいから、ちょっと一回ここの石壁近くに弓矢倉とか立てに行こうと思います。で相手が止めに来たらまた兵削ります。ライザーたち出撃させてみたんですけど、特に妨害入ってこなかったですね。長安からも出てきてないですね。やっぱ今余裕がないみたいだな。長安からまた露食隊が出てきましたね。狙いはリラ隊です。まあここら辺付近で撃退しましょう。あとちょっとここに建物作りすぎて石壁作れなくなっちゃったんで、ここの孤狼艦守るために作ってた石壁邪魔になったんで2個破壊したいと思います。でこの2個破壊した分でさらに左にこう石壁作っていきたいと思います。はい、露食勝負だ。わあ、なんかいろいろ発生してますね。なんか火矢が炸裂したのか、あっという間に色食さん減ってた。すげえ勢いで減りました、今。陽子さん、長安からライザ隊狙ってきました。石壁ももう作り終えるんで、まあ、ここらで、撃退してあげますか。ちなみに、国将さんはもう、消防のペースが遅くなっちゃってるんで、この丘に戻しました。3人いれば大丈夫でしょう。さあ、陽子さん、撃退していきましょう。もう一歩前に来なさい。はい、オッケー。足止めなんかしなくても逃げませんよ、こっちは。なんかもう戦場に出てるの、ライザのアトリエだけですね。おお、3連鎖最終楽章炸裂。まあ、これでも2000ちょいか。はい、ヨーコさん、ゲーギャー。捕まえらんないか。あれから、石壁を破壊して、こっちにも作って、いるんですけど、洛陽から妨害に来る気配が全然ないですね。諦めたか？わかんないですけど。ここ一箇所開けてあるんで、こっから突入してきたら、こうライザー、リラーでさらに横から弓矢倉でクラウディア、むしろから矢を打つっていう連携で妨害しようかなと思ってるんですけど、敵が来ないとどうしようもできないな。ちょっとどうしよっかな。これ以上左に進軍すると、もうだいぶ芝居方面に行きすぎて怖いんですよね。こっちだったらまだ別の領地なんで石壁作れるかな。そうだな。一回ちょっと、こっちは壁を作りましょうか。ちょっと下がこの森のせいで石壁作れないんで、上はもう鉄壁のガードにしましょう。兵員まで来たんですけど、まだ妨害に来ないですね。兵をもう2万近く溜め込んでるんで、今度こっちが心配になってきました。一気にドドって来られたら、対抗できねえな。まあでも、無事兵員取れたんで、壁作っていきたいと思います。兵員のところで、石壁作り始めました。やっぱまだ妨害来ないですね。ただそれとは別に、ついに劉備軍が侵入してきました。水耕で来てるんで、歩を取りに来てるのかな？目標ないな。待機になってますね、長陽さん。なんだ？何しに来たんだ？あ、違うな。この歩を取ったから待機になってるだけだ。ちょっとこれは、ついに、久々に陳竜から出撃するときは来たと思います。まあ、ただ、なんとなくここで切りがいいので、一旦区切りたいと思います。いやー、このさらに追加の10年始めてやってみて思ったんですけど、なかなかやっぱ城攻めるの怖いですね。なんか工場兵器とかあれば躊躇なくいけるんですけど、まあどうだろう、いや持ってる人いるな。たまたまちょっとこのメンツだと工場兵器にしづらいってだけで、うまくやればいけるかな。ただやっぱどうしても隣接効果の高さが怖いんで、なんか
中級でやってた時みたいなパワープレイで、コロー感が一気に楽ドーンみたいなちょっとできないですね。今みたいにちょっと周りの負をどん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 固めていって、隣接効果を削ったら、城攻めるってやりたいんですけど、そうしてる間にどんどん兵が溜まってってるのが怖いです。馬頭とかがまた再び長安に攻めてくれるのを待つか、うまく弓矢倉とか壊しに来たところを叩き潰すしかないかなって気がするんですけど、ちょっとこの丘からだんだん離れすぎちゃってるんで、ライザーたちが戻れるか不安なんですよね。まあそれはそれとして、次回この劉備軍とも戦っていきたいと思います。この動画暇つぶしになったなと思えたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。